おはようございます。ワンダックパンダです。今日は、ね、ツーリングなんですか、多分あの方々そうだと思うんですけど、ファーストインプレッションということで初回の嵐が終わりました。で、まあ6000画面回して面白いのは面白いかなと感じですね。結構走ってくれます。まあ、まだまだここから嵐運転もあると思うので、まあ、楽しみが増えるかなと。で、飯田さんよくなんか5、6000キロぐらいまで走ったらさらにまた味が違う、味が出るのでっていうのもまた楽しみが一つありました。チラッとは警告しますけど、いつものツーリングのメンバーです。で、前回ちょっと撮ってなかったんですけど、タイヤですね、が今日、まあ、260というサイズに交換しているのと、前回と違うのがグリップを変えたぐらいです。メーカーがね、ちょっとなかなか覚えれないんですけど、何ですか、緊迫しますね。アレンネレスかなんかというメーカーですね。距離もまだ800キロなんで、このバイクで今日はビンさん、早山さん、JKD さんが開催していただいた関西ツーリングというので、ハリテラスまで行こうと言っております。まあ、後々ちょっと走行のあのヘルメットのマウントとかでもいろいろしたいなと思っておりますので、またよろしければ視聴してください。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。